ったよね。似てましたね、昔の俺たち。聞いた？ユウスケが魔法の使いすぎで倒れてた時のこと。いえ。そっか、それはちょっと悔しいな。好きだった、ユウスケのこと。先におばさんになっちゃってごめんね。いや、カーベルさん。お久しぶりです、勇者様方。15年ぶりですね。 15? あ、私の子供。あ、カーベルさん。生前は母がお世話になりました。本当に何のお変わりもないんですね。あんな小さかった子がな。17年も経ってればそりゃ大きくなるでしょう。なんか急に年食った気分。周回を重ねるごとにこの世界の時間はだいぶ経過してしまうということか。はい、これだけはなかなか慣れませんね。母は勇者様と一緒に旅したことを生涯誇りにしていました。誇り。